皆さんこんにちは、ぷよからです。今回は12時間ユニットを創作し続けたら一体何ユニットができるのかということについて検証していきたいと思います。この企画の説明をします。まずここでユニットを創作します。で、1ユニットができるとこんな形になります。で、これができたらこれを置いといて、また次のユニットを考えていきます。でもこれだとこのユニットが完成した姿っていうのがわからないと思いますので、完成した姿っていうものを編集でここに出します。今こんな感じに出していくので、あ、この作品が完成したらこういう形になるんだなっていうのを皆さん分かっていただければと思います。では早速やっていきたいと思います。12時間計っていきます。用意スタート。はい、1ユニット目完成しました。これ3枚で組んでるんですけど、ここからやっぱり3枚で組んで1つとして置いていきますので、はい、完成はこんな感じになっております。次、2ユニット目いきます。2ユニット目できました。こんな感じです。そして完成がこちらです。次、3つ目いきます。3ユニット目できました。そして完成がこちらです。はい、4つ目いきます。4つ目できました。そして完成がこれです。次、5つ目いきます。5ユニット目できました。完成がこちらです。次、6つ目いきます。6ユニット目できました。完成がこちら。次、7つ目いきます。7ユニット目できました。完成がこちらです。で、2ユニット目をボツにしました。ちょっと、あまり良くなかったので、ボツです。8ユニット目できました。完成がこちら。次いきます。9個目できました。完成がこちらです。次いきます。10個目できました。完成こちら。次いきます。11ユニット目できました。次いきます。あ、じゃあまた。完成したのがこっちです。次いきます。12ユニット目できました。完成はこちらです。次いきます。13ユニット目できました。完成がこちらです。次いきます。はい、現在ちょうど12時間経過しました。終了でございます。お疲れ様でした。自分大変でした。はい、では一体何ユニット創作したかって言いますと、13ユニット創作して、そのうちの1ユニットだけボツになっているので、合計12ユニットが12時間で創作できました。はい、1時間あたり1ユニットということになりますね。割り算すると、平均するとね。いやー、大変でした。今まで12時間折り紙やったことってはあるんですよ。でもそれは決まったユニットを折り続けて組むっ
っていう風なやつだった。普通に作品を作るタイプだったので、今回はその大元となるね、ユニットそのものを考えるっていうところを12時間やったので、これは本当に初めてなので、もうなんか頭をねずっと使ってる状態だったので、とても疲れました。体力も結構奪われましたね。あ、そうだ、これ何枚使ったかちょっとね数えてみましょう。せっかくのね、56枚の折り紙が無駄ではないんですけれども犠牲になりましたという感じですね。あ、そして最後になんですけども、この12ユニットの折り方、皆さん気になりますよね。全部倍速だったので見えなかったと思います。なので今回特別なんですけれども、全部の今12ユニット分の折り方を一般公開します。動画にして後日出しますので、一個ずつね分かりやすく説明しながら出していきますので、どうぞ皆様ご期待ください。以上、これ終わりでいいのかな。はい、ちょっとこんなこと初めてやったのでね、何を喋っていいんだかはい、ということで今回は12時間ユニットを創作し続けたら一体何ユニットができるのかということについての検証でした。ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。それでは、バイバイ。